ジョン・クレイボーオン・メイベリー・シニアは、アメリカ合衆国ミシガン州デトロイト出身の、元プロ野球選手。左投げ左打。息子のジョン・メイベリー・ジュニアも、フィラデルフィア・フィリーズなどに所属した元メジャーリーガーである。1967年の MLB ドラフト一巡目で、ヒューストン・アストロズから指名され、プロ入り。1968年にメジャーデビュー。 カンザスシティロイヤルズへ移籍した1972年には、打率298、25本塁が100打点と打撃回がし、以後4年間で100打点以上を3回記録した。力強さだけでなく、選球眼も兼ね備え、1973年は100、打点に加えて122支球、出塁率417の両部門で1位となった。 1975年は自己最多の38二塁打、34本塁打、106打点で MVP 投票では辞点に入った。トロントブルージーズへ移籍後の1980年にも30本塁打を放った。ニューヨークヤンキースでプレーの1982年に現役を引退した。1996年にはロイヤルズの球団伝道入りを果たした。ありがとうございます。